ですよね。すごいっすね。あの方すごい方じゃん。で、狂気の桜は俺がモデルだって言ってたんですよ。で、自分取材とかも受けて、週刊スポで取材も受けてんですよ。すごいかもしれない。で、それ初め受けたんですけど、後からやっぱり目立ちたくないから、ぼかしにしてくれって言っちゃったんですよね。で、名前も変えてくれって言って、で、大西なんとかっていう名前に変えちゃったんですよ。で、まあ、犬を抱きながら写真撮ったんですけど、で、窪塚現象っていうので、狂気の桜が出た時に、で、その園田賢治って名前を知らなかったんですけど、それで、あのクローズとかあのジブラとかゲンガー園田賢治を俺に紹介してくれて、はい、俺がそういう風に言ってたから、俺狂気の桜モデルなんだよとかって言ってて、して分かるよみたいな、はい、で賢治分かるよとか、賢治知ってっから連れてくるとか言って、連れてきて、はい、わ、俺モデルだ、はい、俺モデルっしょみたいな。レオ当初、うん、で、狂気の桜のモデルは俺なんです。俺のことをやってるんですよね、あれ、窪塚洋介が。で、